カリス・ファン・ハウテンは、オランダの女優。ブラック・ブックや、ワルキューレ、デポゼッション・面など、世界的に知られる映画に出演している。出身国のオランダ国内では、高い評価を得ており、オランダ映画祭の金の講師賞を、幾度か受賞している。歌手としても活動しており、2012年にアルバムを、発表している。映画、ブラック・ブックでは、歌手役の女性を演じ、 同作品のサウンドトラックには彼女の歌が収録されている。南ホラント州、ライデルドルプ生まれ、映画研究家の父とオランダの教育テレビ局の取締役である母の間に生まれる。妹のイルカ・ファン・ハウテンも女優。1999年に TV 映画、スージー、Q ・キューで初主演し、オランダ映画祭の TV 部門最優秀女優賞を受賞。その後、映画、 猫のミニュース、ブラックブックで映画部門の最優秀女優賞と合計3回受賞している。2015年から俳優がイピアースと交際しており、2016年3月に彼との愛の子を妊娠中であることを公表した。9月に第一子男児出産が明らかとなる。ブラックブック、オリジナルサウンドトラック、ビクターエンターテイメント、2015年2月22日、閲覧。 ガイ、ピアースカレス番方店、Expecting First Child Moms and Babies, Celebrity Babies and Kids Moms and BABIES-PEOBLE.com、e e. people.com2016 年5月2日閲覧。テレビ誌に残るグロイ出産シーンを経験した女優ガイピアースに第1誕生。シネマトゥデー。 http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00856472016 年9月5日閲覧。ありがとうございます。